山梨県立甲府第一高等学校探究科2年の空き家でコミュニティを作りたいという名前で活動しているグループの班長、岩間と申します。よろしくお願いします。私たちのグループは空き家から始まる新たなコミュニティというテーマで活動をしています。このテーマの下で私たちが目指しているのは空き家で世代間交流ができる街です。なぜこのようなテーマを設定したかというと、私たちの町である山梨県甲府市では、自治体の加入率が毎年減少していることや、山梨県の空き家率が全国1位であり、この数値も毎年上昇しているということが背景にあるからです。空き家には、災害に弱い、不法投棄の場となっている、倒壊の恐れがある、犯罪の温床となる可能性がある、また防犯性の低下といったさまざまなデメリットがあります。そこで私たちは空き家を活用しようと考えました。ではなぜそもそも世代間交流をしようかと考えたかというと、空き家世代間交流には子どものスマホ依存を防止することや、さまざまな人との交流を通して人間関係を学べること、また普段一人で生活をしている高齢者の孤独を防止することができ、さまざまな人との会話やそこで生まれる笑いなどによって健康を増進することができること、また開催頻度を活発化させていくことで児童館の待機児童を減らせるなどのメリットがあると考えたからです。次に空き家で活動するメリットです。空き家は新しく家を建てることに比べコストが安く、また先ほども挙げたように空き家増加を抑制することができること、また公共の施設に比べ地域に密着しているものであり気軽に参加ができ、また持続的に参加をすることができます。また現在若者を中心に古民家カフェや古着など少し古いものが人気を集めており、このような活動は注目を集めやすいと考えたからです。このような活動をしていく中で、私たちには2つ課題が上がっています。1つ目は空き家探しです。空き家探しについては、現在、まちづくり甲府という山梨県の甲府市を中心に、地域活性化を目的とした活動を行っている機関に相談をし、空き家を探しています。2つ目は活動する資金です。甲府市では空き家回収に補助が出ます。また現在一緒に活動してくれる人を探しており、現在はまちづくり甲府の方の紹介のもと活動を進めております。このような私たちの活動が空き家活用の一例としてさまざまな人の目に触れ、誰もが生きがいを持って住み続けられるまちづくりの実現の役立つ一つのプランとして役立つことを願っています。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。それでは質問の方に移りたいと思います。質問のある審査員の方は挙手をお願いいたします。白洲先生お願いいたします。はい、発表ありがとうございました。なぜですね、山梨甲府で空き家を活用する必要があるのかということがですね、空き家率が全国一高いことであるとか、そのメリットとか非常によく分かりました。で、1点だけ教えていただきたいのは、その空き家がうまく見つけられたとしても、やはり中でやるソフト事業といいますか、中でやる事業が意味のあるも面白いものでないとですね、例えばお年寄りであるとか子どもの方とかがなかなか集まってこないと思うんです。で、それをどういう中身 で運営の主体は誰がやったらいいかと、まあ、この辺のことを考えておられたらご説明いただいたらありがたいです。はい、活動する内容としては、まずお年寄りの方々に今現在アンケートを取っていて、何が得意でどのようなことをしたいのかというのを今聞いている状況です。またそこで出てきたそのお年寄りの得意なものを、その他の子どもたちと共有して、例えば昔の話を
かせていただくとか、昔の遊びを教えていただくというような活動を考えています。また運営についてですが、やはり私たちだけでは毎日のようにこのような企画を運営していくのは難しいため、協力してくれるお年寄りの地域のお年寄りの方々などのなどで組織を作って運営を任せるというようなことで考えています。はい、ありがとうございます。よくわかりました。どうも。はい、いいですか。深尾です。非常に僕もいくつかの自治体で空き家政策を今作っていたりとかする立場からしても、なんか地域の高校生がこうやって動き出してくれるということは非常に心強いし、すごいことだなと思って聞いていました。で、これは皆さん方は実際に今こうさっきの話だと動いているっていうことの認識でいいんですか？はい、大丈夫です。うん。で、これってあとどれぐ今やっておられて、なんか大きな課題というか、今担い手の話というか運営の話ありましたけど、それ以外でどういう壁に今ぶち当たっていて、どういうふうに突破しようとしているかっていうのを少し教えてください。まずやはり一番大きな課題となっているのが金銭面でして、やはり僕たちその高校生なので、あまり潤沢にお金があるわけではなくて、私たち個人で活動していくということが難しい中で、先ほどのプレゼンの中でも挙げたように、まちづくり交付さんという方に今紹介を受けていまして、この方と協力をして、まずは僕たちが主体で運用するのではなくて、一緒に活動していきたいなというふうに考えております。また今現在コロナの関係で、なかなかイベントとかそういうのを企画して開催するのが難しいんですけど、そのようなしっかり感染対策を行いながら開催をしていきたいなと考えています。はい、ありがとうございました。寺島ですけれども、よろしいですか。着眼点もしっかりされてますし、それからまあ実際の、組織と、連携もしつつ進めておられるということで、まあ、非常に、実現性の高い内容かなというふうに聞きました。もちろんその資金面とかそういったところは大変かと思いますけれども、で、1点、そうですね、思ったのは、世代間交流と言ってるので、まあ、お年寄りなんかはその参加はしやすいんだと思うんですけど、働き盛りの人とか若い人たちとか、そういう人たちをどういうふうに、取り込んでいくのかというところ、その点もし何かあれば、教えてください。現在考えているのは、お年寄りと小さな子どもの交流をメインに考えていて、で、その僕たちが今までボランティア活動をしてきた中で、一人親家庭ですとか、そういった家庭ですと、子どもがやはり家で一人で過ごす時間が長くなってしまうということで、そのような子どもが気軽に集まってみんなで楽しくできるような場を作ることができたらなと考えていまして、そのような子どもを対象にまずは始めたいと考えています。そうですね、まあ、そういう2つの世代の交流ということだと思うけども、実際に運営しようとすると、やはりその、なんていうんですかね、しっかりとそこのところを責任持って運営できる、そういう人たちも合わせているのかなというふうに思うんですけど、はい、その点はどうでしょうか。すみません、もう一度いいですか。あとはそのお年寄りと子どもたちをつなぐというのはもちろんいいんですけれど、実際に運営をする人たちもまたいると思うんですね。その点はどうでしょうか。音通ってないかな。そうですね、ちょっとくぐもった感じになってしまっているので、もうちょっと大きな声かはっきりとした口調で話していただけると、はい、はい、要はその運営に携わる人たちをどう確保するかということですね。先ほども言ったんですけど、今アンケートを取っている段階で、その中で私たちがこのような活動をしていく中で、その運営に携わって協力をしていただける方という欄がありまして、
で、そこの中で私たちはその地域のコミュニティをもっと活発化させたいから、こういう運営に手伝ってもいいよという、あの協力的な方とを運営の置いて、そのような方を中心に組織して回していきたいなと考えています。そういう方も言っておられる、回答の中にはおられるというね。はい、はい、ありがとうございます。倉敷吹奏高等学校、山本理音、甲斐美咲、中山由紀奈。今岡山の農業を取り巻く問題点として、農家の収入減、後継者不足、耕作放棄地の3つの問題が挙げられます。そこで私たちはそれらの解決策として抹茶を掲げたいと思います。近年世界的な抹茶ブームにより輸出額は増えています。そこで抹茶を製造することは大きな利益となりますが、岡山県内では抹茶が作られていません。そのため岡山県初の抹茶製造は大きなチャンスになると思いました。私たちが抹茶を作ろうと思ったきっかけは、毎週行われている茶道の授業です。倉敷吹奏高校は日本で初めて茶道を成果に取り入れ、昨年茶道教育50周年を迎えました。お茶畑は高橋市のお茶農家のご協力により使わせていただくことができました。栽培時にポイントとなるのは、甘み成分を引き出すため日陰を作り、直射日光を当てない栽培方法です。これを大下栽培と言います。私たちが岡山県で初めて大下栽培を行いました。次の課題は、岡山県内には抹茶の製造工場がないことです。私たちは抹茶の本場京都の宇治にある丸久小山園さんに加工のお願いに行きました。収穫した茶葉は保冷車に乗せ約3時間運ばれ、京都の工場で蒸したり乾燥させたり、石臼で粉末にしたりして茶葉から抹茶に変わります。こうして私たちが摘んだ茶葉が商品となりました。これです。抹茶の中でも先端に近い独特な風味で爽やかな味わいでした。また丸久小山園社長さんからも美味しいという感想をいただきました。私たちはこの抹茶を使って4つの戦略を考えました。まず1つ目は、この缶入り抹茶をインターネットを通じて販売します。2つ目は、お菓子店やコンビニ等とコラボして抹茶スイーツを販売します。さらに、どのような抹茶スイーツが人気なのか、昨年現地調査も行いました。3つ目ですが、私たちはこの抹茶作りを通してお茶ソムリエで喫茶店を経営されている方とも出会いました。地元喫茶店に新メニューとしてこの抹茶を使った甘味などを提供したいと思います。そして4つ目は、この抹茶を使ったお茶会を開くという方法です。昨年、私たちはお茶文化をより普及させようと、香港の茶道部と協力してお茶会を企画、運営しました。年代を問わず、多くの方が私たちの運営したお茶会にいらっしゃいました。そこで、今後は岡山県初の抹茶を使ったお茶会を実施すれば、より多くの方に来て喜んでもらい、さらにはこの抹茶の認知度向上と販路の拡大にもつながると考えます。以上のことから、岡山県初の抹茶製造は、単に商品開発にとどまらず、農家の収入増加につながり、後継者の確保、お茶畑の維持管理へと導き、最終的には耕作放棄地という問題の解決になると考えます。これはまさに、抹茶による持続可能な未来の創造の始まりです。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。質問のある審査員の方は挙手をお願いいたします。はい、寺島ですけれども。お願いします。はい、切実な問題ですね、農業の問題。関心持って聞かせていただきました。一つちょっと、そうですね、教えてほしいのは、抹茶をが人気があるので、もちろんそれに着眼するというのは、順当なところだと思うんですけれども、かなりもうすでに広がっているブームかなとも思いました。岡山初でということですけれども、広く見れば競合相手はたくさんあると思うので、その点で、どういうふうに特徴、差別化ですね、差異化、そういったことを考えているのかなということが一つ。
それからもう一つは耕作放棄地との、関連を言っていましたけれども、耕作放棄地っていうのはかなり、まあ、荒れたところだと思うんですね。それをその茶畑として再生可能なのかどうか、そういった点もちょっと気にはなりました。その2点教えていただければと思います。聞こえてますかね。はい。はい、お茶会の開催によって広げようと思っています。すみません、もう一回言っていただいてもいいですか。はい。まあ、抹茶ブームの中で要はその競争相手とどういうふうに差別化を図るかということと、それからもう一つは耕作放棄地との関連で茶畑を、本当に展開していけるのかなといったような気になりました。はい。地元のブランド、地元のブランド化を考えています。まずはその岡山県内で認知度を高めて、ナンバーワンになるということかなとは思うんですけれども、音が伝わりにくいのかな。すみません、伝わりにくいです。どうしたらいいのかな。差別化についてどう考えているのかなということを聞きたかったんです。差別化についてどのように考えているかですね。はい。はい。地元にそのお茶文化を根付かせ、私たちが作ったお茶を、抹茶をブランド化させたいと考えています。はい。ちょっと、じゃあ、ちょっと別の言い方をすると、例えば今、皆さん方、抹茶っていうところにこう着眼されましたけど、この抹茶に行き着くまでに、他のなんかお茶を使ったアイデアとか、こういう使い方もできるんじゃないかなって言ったら、消えていったアイデアっていうか、最終的に皆さん方抹茶っていうところに製品化されてるんだけど、なんかお茶を使って皆さん方らしいアイデアってなんか出てきましたか。私たちの高校はお茶の授業があって、それがきっかけで抹茶を作ろうと思いました。なので、初めから抹茶しかなかったです。なるほど。だからもうそこがこう抹茶が一番、もう抹茶から入ったっていうことだね。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。白洲先生、お願いします。この質問で最後にしたいと思います。はい。非常に興味深い発表ありがとうございました。1点だけお伺いしたいのは、岡山県で皆さんが初めて抹茶作り、こういう覆いの際をかけてですね、されたのかということと、で、出来上がった商品 についてはですね、宇治の小山丸久さんですか、評価はいいものだったかどうか、その2点教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、私たちが岡山で初めて抹茶を作り、抹茶を栽培しました。また、マルキュー小山屋さんからは高評価をいただきました。はい、わかりました。ありがとうございます。フィリス女学院高校2年の佐藤美久です。よろしくお願いします。
このコロナ禍において感染者の葬儀ができず、遺族が故人をきちんと見送ることができないというニュースを聞き、今後の葬儀は変わる必要があると強く感じました。この資料は葬儀会社への調査の結果ですが、今後葬儀の規模が縮小すると予測した会社は 80.8% もあります。そこで私が考えたのが、非接触や遠隔という条件を満たし、テクノロジーを活かしながら利便性を向上し、人間の尊厳を守り、人の思いが伝わる新しい葬儀です。 Always という名前には、亡くなった方をいつも思い、近くに感じるという意味を込めています。一つ目のサービス、スローバックという言葉は、SNS で昔を懐かしむときに使われます。元気なうちに人生を振り返り、家族や友人への感謝や思い出を語る姿を撮影し、保管するサービスです。自分の夢や周囲の人との絆を再確認することは、その後の人生を充実させることにつながります。後にこの動画を見た遺族は、個人の思いを受け止め、子どもたちは自分のルーツを知り、家族を継承していくことができます。このイラストでは、孫が自分が生まれる前に亡くなったおじいさんに興味津々なところです。2つ目のメモリーミングは、葬儀配信サービスに加え、個人の人生のストーリー動画や趣味、音楽などをコンテンツとして載せます。また、チャットや掲示板の機能により、個人にゆかりのある人たちが思い出を語り合えるようにします。参列者が時間や距離に制限されないため、ゆっくりと個人の思い出に浸ることができ、遠方の親戚や友人なども葬儀に参列しやすいでしょう。このイラストでは、旧友の葬儀配信で高校の同窓生用の掲示板があります。最後にディープアウェイクは、個人の生前の動画を AI に深層学習させ、人工的に個人の映像を作成し、会話ができるようにするサービスです。個人の声や話し方、経験や思い出、遺伝子情報や人間の老化のデータを取り込み、個人の映像も遺族と同じ時間軸で年を取り、若返らせることもできます。このイラストでは、子供を失ったお母さんが成長した子供の映像と会話をしています。遺族の悲しみや喪失感を癒すグリーフケアとして有益です。感染症対策だけではなく、質の高い葬儀は社会福祉の充実を意味します。この葬儀プランで、人が人生の意味を考え、人との絆を考え、前向きに人生を歩んでいくことで、社会がより良い形で持続し発展することが期待されます。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。質問のある審査員の方は挙手または発言をお願いします。白洲先生、お願いいたします。はい、非常にですね、興味深いといいますか、面白い提案声がありますね。よく考えられた提案だというふうに思いました。これやる場合は葬儀屋さんがやるわけですよね。あ、そうですね。葬儀会社の方がこのようなサービスをされるわけですね。そうすると、これを佐藤さんは葬儀会社にどういう形で提案を持っていかれる、あ、そうですね、考えられてますでしょうか。基本的にはこのプレゼンの内容を提案する形になると思うのですが、ビジネス的に考えてみると、このサービスだと普段のその従来の葬儀よりオンラインで親族だけでやることによって、その葬儀を開催する経費が葬儀会社にとってはすごく削減されると思うんですね。で、プラスその収入面としては、その一律の配信料を徴収することと、あと遺族のこの3つのサービスのパック代金として一定の料金をいただくことで、その収益も見込めるかなと思うので、ビジネスとしても成立するかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。児童書先生、お願いいたします。発表ありがとうございました。本当にこんなサービスあったらいいなと思いながら聞いてました。ただ一個だけ気になったのが、私
お葬式に呼ばれるの大概もう80とか90のおじいちゃんおばあちゃんのお葬式に呼ばれるんですけど、ってなると参列する人もまあ大体同じぐらいの年の人が多いんですよ。ってなるとこういうサービスがあっても、例えばネットが使えないからチャットができないとか、高齢の方にはなかなか馴染みがにくいサービスなのかなと思うんですけども、ご高齢の方にこのサービスを使ってもらうにはどうしたらいいだろうなんていうことを考えておられたりしますか？そうですね、高齢者の方にこのサービスを普及させるっていうのはかなり課題があると思うのですが、しかしこの葬儀プランだと時間だったり、例えば地方にいらっしゃるご高齢者の方が都市に来るよりもこのオンラインの葬儀配信を利用することで、その料金だったりその身体的にも精神的にも負担がなくなると思うんですね。で、まあ、その上このオンラインの葬儀配信であれば、その DVD だったり CD にして焼いて他の人が渡すということもできるかなと思うので、そのオンラインでやるメリットというのは高齢者の方にとっても多くあると思います。そうですよね、足腰つらいのに地方までなかなか行けないですもんね。ありがとうございました。寺島ですけれども、本当によく考えられた、アイデアで、素晴らしいなというふうに思いました。まあ、今、葬儀についてはそうですね、まあ、人が集まるとか費用がかかるとか、さまざ、あ、ま、問題点含んでると思うんですね。でそういったようなものが、このアイデアだと、まあ、かなりの点で、まあ、乗り越えるといったらおかしいけれども改善されるのかなといったように思いました。まあ、これから の, その新しい在り方に本当にこう直結していくのかなと考えましたし、感じましたし、まあ、私ももう高齢者になってしまってますので一言ではないな、こういうサービスがあれば本当に積極的に利用もしていきたいなと思いました。はい、いい提案ありがとうございます。佐藤さんはこれを、まあ、コロナのこう葬儀のことがきっかけだとおっしゃったけど、それがきっかけだったんですか？そこから考え始めた。はい、今年の春はコロナ禍によって私自身も家にいる時間がすごく多かったのですが、その時にテレビでその新型コロナウイルスで亡くなった方の遺族がその葬儀をきちんとやることができずにお別れしてしまうというニュースを聞いた時に、それが自分の親だったり兄弟がそういう兄弟とそのような別れ方をしなければならないというのはすごく辛いなと思って、葬儀についていろいろ考えた結果このような考えをまとめました。すごいですよね。なんかそういう他者の痛みみたいなものを自分に置き換えてこういうふうにこうね発想するっていうのはすごいなと思いましたし、なんかこの国際化っていうかグローバルな時代においては、例えばね葬儀でなかなか帰ってこれないとか、遠くの友達、まあ例えば留学に行っていてこう友達がまあこういう不幸なことあったとかっていう時にこう弔う気持ちみたいなものをね、なんか表現するっていうところでいくと、なんかこうグローバルな時代におけるこう弔い型とか調印の表し方っていう点でも非常に面白いサービスだなと思いました。はい、ありがとうございました。審査員賞はですね、に選ばれましたのは、T-Girls の海井美咲さんのプランでございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では賞状の方です。賞状審査員賞 T-Girls との、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。何か一言お願いしてもよろしいでしょうか？本当にこのような賞をもらえて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また賞状は後日お送りいたします。はい、それではですね、第15回龍谷大学高校生ビジネスアイデアコンテスト一般高校の部最優秀賞をですね発表させていただきたいというふうに思います。最優秀賞はですね、
フェリス女学院高等学校の佐藤さんの新スタイル葬儀オールウェイズの提案に、を選ばせていただきました。はい、おめでとうございます。はい、それでは賞状の方をですね読ませていただきたいと思います。賞状最優秀賞佐藤美久殿、あなたは第15回龍谷大学高校生ビジネスアイデアコンテスト一般高校の部において当初の成績を収められましたのでこれを賞します。令和2年12月13日龍谷大学龍谷エクステンションセンターセンター長深尾正隆。はい、おめでとうございます。はい、佐藤さん、何か一言お願いできますでしょうか。まさか最優秀賞をいただけるとは思ってなかったのでとても嬉しかったんですけど、このアイデアは日本だけじゃなくて、うん、世界共通で利用できるものだと思うので、ね、ぜひ自分もこのようなアイデアだったり、うん、情報を使ったことで社会に貢献できたらなと思います、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ自動書からやらせていただきます。まず皆さんお疲れ様でした。正直私今年から審査員なんですが、高校生ビジネスプランコンテストって聞いて舐めてました。まさかここまでのレベルのものが出てくるとは正直びっくりしてます。で、受賞者の皆さんおめでとうございます。で、受賞されなかった皆さんも500何本の応募の中がここまで残ってます。まずそこを誇っていただきたいなと思います。正直に言って空想は誰にもできるんですよ。口で言うだけだったら誰でもできる。皆さんはそれを形にしてここへ持ってきました。まずその努力に敬意を表したいなと思います。本当にお疲れ様でした。で、私いろいろ最初から見てたんですけども、やっぱり皆さんの若さというか高校生だからこその感性ってものすごくびっくりした部分がありまして、問題の解決の仕方が私たちの世代とはもう違うんですよ。クラウドファンディング使ってみるとか、 LINE のアプリ売ってみる、今まで頭の固い大人が思いつかなかったような方法で皆さんそれぞれが自分の向き合った問題を解決されようとしてました。で、それってものすごく素晴らしいことだなと思っています。で、この先時代がどう変わるかなんて誰にも分かんないんですけども、時代を変えていくのってやっぱり志と行動力のある人たちなんです。なんでぜひこれを最後にしないで、皆さんこの問題意識行動力持ち続けて、どんどん新しいことにチャレンジをしていっていただきたいなと思います。簡単ではございますが自動車からは以上です。皆さん本当にお疲れ様でした。素晴らしい発表でした。はい、続きまして宮武の方からですね、少し簡単ですけど公表させていただきます。本日はどうもお疲れ様でした。大変面白くですね聞かせていただきました。皆さんのこう普段の生活からさらにその大きくこう視野を広げてですね、いろんなこう社会問題を考えてですね、でそれをどうやって解いていこうかっていうことを多分、いろいろこう考えてですねアイデアを出されたっていう、その努力と、それをこうまとめていくっていうことの、この、ね、楽しさっていうのを考えながら皆さんやっていただいたと思いますし、非常に感心いたしました。これからですね、今まあコロナ禍で大変な時代なんですけども、これから先もですねいろんなこう物事が変わっていく時代になってきます。で、いろんなこう社会問題もですね、いろんな課題、人類規模の課題も含めてですね、どんどんこう多様化しますし、また複雑化していくと思うんですね。で、そういった中で皆さんのようにですね、社会のいろんなもう課題に目を向けてですね物事を考えるっていうことは、これは人類一人一人がみんなやらなきゃいけないことだと思いますし、それに皆さんこう挑戦をしてここまでのレベルで持ってこられたってことは大変素晴らしいと思いますし、でまたこれが終わってもですね継続していろんな社会のものに目を向けてですねものを考えていただくっていう行動活動をですねやめないでいただきたいということがまず一つとですね、あとこれを実際にこう物事を解決していこうということになりますと、いろんなこう多様な知識とかですね深い考察っていうことが必ず必要になってきます。それを培うのはですね皆さんが普段なさっている勉強になってきますので、こう普段の高校とかですねやっていらっしゃる勉強の方の方もですねしっかりと手を抜かずにやっていただいて、大きく飛躍していただきたいなと
思っています。本日はどうもありがとうございました。本当に楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。宮武先生ありがとうございました。最後に今回の高校生ビジネスアイデアコンテストにつきまして審査委員長である龍谷エクステンションセンターセンター長深尾正隆先生より総評をいただきます。深尾先生よろしくお願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。ご指導いただいた、そして今日の発表をサポートいただきました高校 の先生方にもですね深く御礼を申し上げたいというふうに思います。今宮武先生の方からもありました、皆さん方のアイデア本当に自動書先生からも言っていただきましたけど素晴らしかったです。でただ皆さん方も気づいているようにそれを本当の意味で実現しようとするといろんな壁があったりとか、考えなきゃいけないことがあったりしますよね。今日プレゼンテーションの途中でも住所がないのどうすんのっていう、こう問いかけがありました。こんなのもじゃあどうしたらいいかなっていうふうに考えていったときに、ね、例えば、じゃあ GPS の機能を使って何か使えないかとか、そういうふうな、なんかこういろんなものを掛け合わせていくとか、まさしくいろんな知識とか知恵とか、というものをですねそういうところにどう応用できるか、そういうことは大学の学びの中でも非常に大事になってきます。今日ご発表いただいた皆さん方1年生2年生1年生もたくさんいました。高校での学びをですね今皆さん方がこんな社会作りたいなっていうふうなことを考えたことを実現するためには、日々の学びを頑張ってもらうということと同時に、大学で幅広い教養と専門性を身につけて、ぜひですねこういったプランを、実現できるような人間になってもらって社会をですねみんなでより良くしていければいいなというふうに思いました。我々も非常に元気づけられました。ぜひですね今後も、勉強健康に留意いただいて、いい高校生活をですね素晴らしい思い出に残る、悔いのない高校生活を送っていただければというふうに思います。今日は休日の中プレゼンテーション本当にありがとうございました。龍谷大学を代表いたしましてお礼を申し上げます。これで私としての総評に変えさせていただきます。どうもありがとうございました。